またまた TS で日本人対決が実現。メッツ、地がリーグ優勝決定シリーズの第一戦先発濃厚大谷と対戦か。メッツが13日、日本時間14日から始まるな、リーグ優勝決定シリーズの第一戦に千賀高大投手、31を起用する可能性が高いと米メディアが報じた。 地元放送局 SNY か第1戦の先発として、シガ、マナイア、セベリーノが候補に上がっているとし、第1戦はシガが先発する可能性が高いとした。シガが先発した場合は、地区シリーズ同様に短いイニングになるだろうとも記している。千ガは今季、右肩2で出遅れるなど、7月26日ブレーブス戦の1試合の登板にとどまり、レギュラーシーズンは1勝。 防御率3.38だった。その後、左ふくらはぎの負傷や右上腕の張りもあり、ワイルドカードシリーズは出場選手登録外だったものの調整を続け、フィリーズとの地区シリーズ開幕戦で電撃復帰。シュワバーに先頭打者アーチを浴びたものの2回1安打1失点だった。この日、ドジャースがパドレスを下し、メッツとのリーグ優勝決定シリーズ進出が決定。 ドジャースとパドレスの地区シリーズでは大谷 VS ダルビッシュやダルビッシュと山本の投げ合いが実現したがリーグ優勝決定シリーズでも千賀と大谷の日本人対決が実現する可能性が高まった。